みんな今日も続き、さてドラえもんの給食楽しいね。よいしょ、何が出てくるかな。今日はじゃん、あ、身だしなみチェック、ポスターだって。帽子ちゃんとかぶれてるかな。ねえ、給食当番のお友達の身だしなみをチェックするんだって。で、マスクはちゃんとつけたかな。手は洗ったかな。給食のこのね、給食着ちゃんと着れてるかな。ねえ、着てるね。ほら、ドラえもん。さあさあ、今日は何が入ってるのかな。じゃん、やっぱりじゃん、ガム。おやつに食べようね。捨てるときはちゃんと紙に包んで捨てるんだよ。さて、じゃんじゃじゃん、あ、よし、ちょっとまず開けようね。よいしょ、開けてみよう。チョキ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 。さあ、まずはじゃんじゃじゃん、よし、この大きいのいくよ。じゃん、中には何も入ってないね。入ってないよ。でもこの中にご飯が入るのかな。それから、じゃん、あ、ドラえもん。下にはドラえもんの顔があるよね。僕ドラえもん。さあ、それから次はじゃんじゃん、誰のお顔が書いてあるでしょうか。じゃん、あ、ドラえもんとジャイアンの顔かな、これね。のび太くんじゃないよね、ジャイアンの顔だね。コロッケなのかな、何なのかな、これね。それからよいしょ、今度は、あ、トングにドラえもんの顔が書いてあるよね。こうやって掴むのね、ドラえもんのお顔。それから、それから何か書いてあるよ。何が書いてあるのかな。まずはじゃん、あ、コロッケじゃなかった、とんかつ、カツだって。カツソース、ジャイアンだね。ほらはないね。と、じゃんじゃじゃん、給食当番表。みんなで仲良くお当番しようね。協力しながらね、くるくる。今日の当番はみんなストップって言ってくれるかな。一緒に行くよ、せーの、ストップ。ということで、まずは行くよ。1番のドラえもんは配膳台、2番は大食館っていうのかな、これかな、大食館、こういうことかな。で、3番はおかずジャイアン、4番はパンとご飯、のび太くんだね。で、次は、5番は、牛乳、スネオだね。スネオは牛乳当番です。みんなで力を合わせて頑張ろう。